皆さんのお好きなものをぜひ教えてください。結構なんかいろんなところでいろんな好きなものを言ってるからな。ない。言ったことないのなんだろうなって思い返してるんだけどそんなに出てこなくて。本当ですか。いやもう全然思ったもん。今なんかちょっと好きなフェチとかそういうので。そうだね昨日買った動画の話とかしないように。ではじゃあマリーちゃん振りお願いします。それでは参ります。杉田智和さんは実はレバー入れで。 技が出る格ゲーのキャラがスコスコなんだわはあなるほど格ゲ,格ゲーねレバー入れで技が出るガガッガガッと,とかね <laughs> ガガガ。ああ、例えばどういう感じなんですか、ね。例えばスライディングだったら前斜め下キックでスルって滑るんだけど、ショウだと相手が転ばないから、それをこう先端を当て続けてこうでずっと滑り続けるな。なるほど、それレバー入れてんだ。ずっとガガガって思ってたそう,そうそう。今全然ね脳内でねどういう図頭が浮かんできてない。だからレバー入れのあのハイスラッシュでなんかこう回るようにこう,こう回転するんだけど、はい、ガードポイントが最初についてて、うん、そのガードポイントの時にこうボタンを押すと。 専用の技が出るみたいな。ギルティギアです。ギルティギア出た。ギルティギアって聞いたことある。ギルティギアのやつキャラクターとかでが好きで全然あのゲーム自体はもし見る機会が難しいからねそうそうそうでもブレイブルーは好き。あ、ありがとうございます。めちちゃ大好きでございます。ありがとうございます。おい。はいはいはいっちゃうけどははい。 ゲーセンはあ、ゲームセンターとか行きますかそれ家でやっぱりやられるんですかね今このご時世だからねまあそうですからとやっぱりそのゲームセンターでやっぱり育った子供の自負はあるんでなくなっちゃうと寂しいのよそうですね代々木のセガが閉店した時にうち死がれたもんなああ、代々木のセガがもうねお気に入りのね、やっぱりホームがありますからね前の事務所は麻布十番にあったからその大江戸線に乗ってられずっとしょんべんを貯めてあのトイレっつっていう男性だけが遊べるゲームがあるのよ あの用を足す小便器のところにセンサーがついてて、それの量でゲームができなる。トイレで、すごい。普通に小便器のところにセンサーがついてんの。ゲーゲームのそのセンターじゃなくトイレについてる。そう。小便器の上に画面がついてて、うん。おしっこの力で風を吹かさ。誰が一番トイレットがうまくいくか選手権って。世界の決戦に。 そんなに台数がないから待ってる時が一番大変なのわざわざトイレツのある方の用を足さなきゃいけないからこちょっとうんって我慢しながら出るんだで前人未踏の一リットル超えを果たした一リットル出したんですか、うん、決めるぞレッドゾーンって言ってねラ <laughs> 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 ストブロンクスの主人公ばりにこうレッドゾーンに突入したわけでえそれ一リットル出すときって何秒くらい出してるのか結構な時間だぞ何を聞いてるんってどうなのかなって思って でも、誰かが不正を働いて、持ってたペットボトルの水をかけ始めた。うわ、え、それ、いいんですか。反則だよ。え、それ反応するんですか?。反応してた。ゲーマー魂を。ざけんなよ。よくないですよそれは反則です。反則ですなって、俺らのトイレットブームは終焉した。わ、そういうのね。それか誰か一人が膀胱炎にか。いや、でも、なんか、なんか、それが原因かな。とゲームって感じするよね。そういうね。女の子とてもそういうのないですからね。ないよね。うん。

あのギリディギアもブレイブルーとかもそうだけど格ゲーの大会とかもチラッと見に行ったりとかねちょっとねお味びでこちょっ、ね、こちょこちょこ,そこそっちってやりはしないって感じやりはしないね<ー>私もう格ゲげんきだけど苦手なんで<ー>そうそう<ー>どちらか してるのみたいな鉄拳とかそうみたいとかそうそうそう後ろから見てんの面白いよねそうそう後ろとかのそのゲームの筐体の間にでっかいモニターがついてあるところでそこでちょっと座ってみたりとか感染は楽しいよそうそう観戦も楽しい何やってるかわかんないですけどね終わった後に切れ散らかすお兄さんが怖いねぇ池袋のゲはサーなんすんね で大、大パン見るとキッってなっちゃうからね。スー大パンとかいや。私はしないけども、してるの見ると、壊れる壊れる。そんな奴はできんだ。そうだ。できんはい、大パンはダメだよ。物を大事にしよう。そう、ねうん。はい、うん、大事にします。はい。でもちょっと子孫になるとき、音ゲーでちょっとミスったときに、自分の服とも、パーンって叩く。あははは よくゲーセンで見るのはなんおとげとかで見せると首をこってかしげるお兄さんいいなとげあるあるの話になっちゃうからやめろやめろ。ということでですねいお話ししていただきましたけども杉田さんありがとうございます。